も黒い箱探しはたくさんだ。出てくるのは全部違う箱だしよ。そうだね、箱探しはここまでにしよう。なんだって？世界のどこにも黒い箱はない。それが答えさ。やっぱり騙されてたんじゃないか。焦らずお聞き、今探しても意味がないんだよ。よくわからねえな。結局箱はどこにあるんだ？光と闇が衝突するキーブレード戦争の舞台さ。私たちはただ待っていればいい。どちらが勝とうが箱は見つかる。おいおい、じゃあ俺様の出番は？今回は温存しておきな。箱が手に入ったら忙しくなるからね。ロクサス、とうとうお前を助けられないままこの日が来ちまったな。お前の故郷はこの世界ではないだろう。お前、戦いに来たわけじゃない。緊張するな。おい、そんなに食えないだろう。それに一本はロクサスの分として、もう一本は誰のだ？二本食うつもりだったのか？知らねえよ。なぜか三本買っちまったんだよ。てか何しに来たんだお前。記憶してるか？俺たちが親友だった頃、城に時々忍び込んでた。おう。そこでできた友達を救い出すために、俺たちは賢者アンセムに弟子入りした。覚えてるよ。でも見つからなかっただろ。諦めたのか？諦めてねえけどさ、俺らが弟子になった直後、なんだか知らねえうちに賢者アンセムは行方不明、なんだか知らねえうちにノーバディになって、なんだか知らないうちにお前はゼムナスの側近になって、それどころじゃなかっただろう。ゼムナスの元の姿、ゼアノートの研究材料だったあの子を救い出すには、そうするのが近道だと思った。で、見つかったのかよ。俺も最初はお前が上に行けるように協力してただろう。見つからなかった。いたという痕跡さえな。あの子は最初からいなかったのかもしれない。いつしかそう思うようになった。そしていつの間にか俺の目的は変わっていった。より強い存在になることに。そこがダメなんだよ。今からでも期間なんてやめちまえよ。お前こそロクサスも探していた友達と同じだろう。あの子はもういない。そう思った方がいい。ふざけんな。俺はロクサスを必ず連れ戻す。そしてあの子も探してやる。なんならお前も連れ戻してやる。目の下のマーク消えたんだな。まあもう必要ない。泣き虫だったお前に俺が教えてやった逆さ涙のおまじないだ。うっせえ、帰れ。明日ボコボコにしてやっからな。楽しみにしてる。
いつお前の中にいると気づいていた？助けてくれただろ。俺についてきたのは何が目的なんだ？レプリカの試作だった俺は失敗作だった。お前たちと別れた後、すぐ体は朽ち果ててしまい、中途半端に持った自我は闇の一部となってさまよっていた。そのまま闇に溶けようとしていたところにお前が現れた。運命でも感じたか？そうかもな。どうせ溶けるなら闇よりお前がいい。それでいいのか？ああ、でも最後にまだやることがある。だからもうしばらく溶けずにいるさ。ゆっくりすればいい。リク、一人で何してるのかな？でも一人にさせてほしいって言ってたから、そっとしてあげよう。うん、はい。お、え？これからの戦いは今までと違う。もう離れ離れにならないように、おまじない。うん、でも帰りは俺が守る。うん、私が空を守るよ。行けるところが